声がよく聞こえる無観客の札幌ドーム、史上初のどういうパフォーマンスが見せられるかっていうのはすごく大事かなというふうに思ってます。いや今後見られるか分かんないようなカードですから、うん、まあ、A 代表の選手にしてみて、を入れて6月に3試合、7月に2試合を行って、あ、もう違いを見せるプレーを見せてもらいたいなというふうに思いますね。はい、その影響を考慮して全て無観客での開催となりました。A 代表の選手は嫌だよ ね、 ですね、はい、やりづらいよね、やりづらいと思います、はい、その日本の、はい、今後ね、こういうカードが見れなくなるかもしれないと、史上初めてです。札幌ドームのピッチに向かっていきます。福田さん、注目選手誰になりますか？U24 のですね、U24 いよいよキックオフです。札幌ドーム、球際のところはやはり福田さん、かなり激しく来ているように見えますね。激しいですよ、本当に。中には大阪が走っていくが、鎌田がドリブルを仕掛ける。鎌田、切り返してボールをキープするか。鎌田のファウルを取りました。室屋のクロスが入ってくる。いきなりチャンスを作った A 代表、クリアしてコーナーキックのチャンスを得ます。まずは鎌田のコーナーキックからヘディング、押し込む。まず決めた日本代表橋本、今日先発起用された橋本健人、まずは先制ゴールは A 代表。あっという間の出来事でした。まずはコーナーキックから小野さん、得点が生まれました。そうですね、まあ、セットプレーで点を取るっていうのは、まあ、あの大きな武器だと思いますけれども、U20 の方もね、集中したと思うんですけども、まあ、こういう失点を出せれば大きな自信になると思いますけどね。チーム力を高めて点を取りました。そして長友が左サイド駆け上がってくる。ゴールキーパー、サブのメンバー、今日はフィールドプレーブル鎌田が入っていきますが、ここは U24 日本代表4番の板倉滉、ここは A 代表のファールがあって1人選手が倒れています。背番号13、前線にボールを送り出していきます。 U24 のスターティングメンバー、今日久保建英が19歳最後の日、明日20歳の誕生日を迎えます。久保建英がトップ下に入って、その辺のバランスは非常に難しいと思いますけどね。ここに旗手マークとかもね、しっかり決まる前にちょっと決められてしまいましたからね。ファーサイドを使ってくる遠いサイド、ヘディングを折り返す。チャンスを迎えるか。遠いサイドヘディングで折り返した5番の町田光輝です。周りの経験のある選手たち優しくしてくれた、たくさんあのそういう人たちに支えられたんで、そうだよね、はい、よかったです。結果はちょっと強いね、はい。まあ、A 代表はその中で貴重な機会を迎えています。かわしていくってことが大事かなというふうに思います、ね、はい。ここもプレッシャーをかけていると思うので、はい、そこをどう抑えるかっていうのもすごく大事なことかなと。ガーマ入っていましたが、その抜けた穴に、まあ、違うメンバーという鎌田から裏へのボール、室谷つながってクロス上げる、こぼれている、シュートを打った。今のパスもそうですけど、そのタイミングがすごい絶妙ですよね、関係性がなくなってくるので、はい、まあ、逆に近すぎるのがいながらね、ポジション取ったりね、クロスボールが入ってくる、クリアをしています。はたこに漏れた高い位置でボールを奪った U24 日本代表、ファウルがありました。今小野さん、一つ高い位置でボールを奪おうとしたという U24 日本代表です。そうです、ね。が抜け出す。田川のスピード。左足。ここはサイドネット。スピードありましたね。いや本当スピードあったね今ね。チャンスを迎えました方は。ただこういうチャンスをやっぱものにしなきゃいけない。まだドリブルが持ち味ですが、クロスが入る。こぼれている。後ろから板倉。ディフェンスに当たって。コーナーキックにここに久保建英が入っていく、ワンタッチで旗手が久保につなごうとしましたが、もう一度ここは4番の板倉縦につなぐ、ここに久保バーで吉田麻也であったり酒井宏樹、遠藤、まあ、特にあさってガーナとの一戦が福岡であるということですから、その一戦に向かう、あのやってる選手たちはいい経験になってるんじゃないかなというふうに思いますよね。いますから年齢なんか関係ないと思ってるでしょうからね、中に入ってくる、久保が入ってくる、倒れてフリーキックのチャンスは U24 日本代表。いい位置でのフリーキックですね、やはり久保君のドリブルっていうのは驚異的です。縦パス、久保建英さん、プレーオン、久保建英さん、バーの上を越えていきました。
直接狙っていきましたが、福田さんどんなボールの質に見えましたか。まあ、壁の日本代表久保建英、2人囲まれていますがドリブル倒れますがファウルもありません。ここはファウルを取りません。影山激しいですし、やっぱり一番いいね、怖いとこを選択したなっていうふうに思いますよね。鎌田のシュート、あの角度から日本 A 代表2点目。非常に難しいゴールじゃないですかこれ。鎌田大地が違いを見せました。トラップから左足に置き換えて、そしてシュートを狙っていきました。ここ縦パスがつながりませんでした。そのパスを、まあ、ヘディングでつないだ。さらにはここに原口、白いユニフォーム U24 日本代表、日本代表が4人メンバーを入れ替えてきました。バッター A 代表、クロスボールが入ってくる逆サイド、16番の小川亮也の飛び込んでいきます。 U24 日本代表も4人メンバーを入れ替えてきました。プレッシャー、ボールを奪うか、板倉のプレッシャーがありました。コーナーキックのチャンス、低いボール入ってくる、シュートを打った、わずかで外れました。前田大然、前田もフォワード争い4人のうちの下田、まあ、オーバー小川クロスボール入ってくる、飛び込んでいった、もう一度押し込んだ A 代表、浅野のゴール決まりました。3点目、ワールドカップを目指している、このあと2次予選もある、最終予選もある、ワールドカップもある冬、この A 代表が浅野のゴールが決まりました。小野さん、この左サイドから展開してきました。そうですね、いい形を作って、やっぱり後ろからいいタイミングで上がってきた、気持ちがね、前掛かりになってたからね。相馬のクロス、ここは大迫です。細かいところをついてきましたが、クロスボール森田、 U24 にとっては A 代表と戦うとしたという林大地です。縦パスが入りますが、左サイド展開していく、旗手、低いボール入ってきた、まあ、クラブでいい結果出してますから、はい、自信を持ってやってるんじゃないかなって。田中を展開をしていく、右サイドですが相馬、ここは届きませんでした。ちょっとのも非常にありますよね今ね。ヘディングで競る森保監督も、それこの若い世代 U24 には負けられないという浅野がトップに入って、スピードあふれるプレー、構築はやっぱり森保監督はしてますからね、はい、非常に順調に。縦パスからここは菅原と橋岡、シュートを狙っていった相馬、無駄にできる時間は全くありませんないなっていうふうに思ってるんで、はい、林大地と庄司源という、ここも激しいプレッシャーで抑えにかかります。あ、ここはイエローカードが出ました。どうかという U24 日本代表、林大地の前でしたが、まあ、狙いは良かったですね。レアルマドリッド in 14 partite disputate、Cristiano Ronaldo carica Mesut Özil, precedentemente l'ha fatto con... Ci arriva comunque il fuoriclasse portoghese, finta di Rabona, poi cross dentro, palla per Gomes. Mi sembra però, non è al massimo, però insomma rischi. Uno è arrivato poco di... Le scelte di Redna prestano folli. Perché è in area di rigore, va a crossare sul secondo palo dove c'è Cristiano Ronaldo! Grazie anche a Aurelio Gomes e alla sua ennesima papera stagionale. 4-0 per il Real Madrid, che cala il poker e chiude la pratica con Cristiano Ronaldo. Lo voleva questo gol. Kakà è stato molto bravo, ha aspettato in area di rigore, ha messo una palla sul secondo palo con il sinistro a rientrare. Lui si è coordinato perfettamente, il tiro a volo giusto tutto, ma sicuramente anche coadiuvato da una... 0 per adesso, manca parecchio però. Lo cerca Xabi Alonso. Miracolo di Ginas, Adebayor, Ronaldo, dal bar a Ciorluca, entra in area di rigore, Ronaldo con le finte, ancora Ronaldo col destro. Giorni, mercoledì prossimo, tanto Ronaldo, Ronaldo punta, Ronaldo vuole il gol, Gomes dice di no. Ormai non vanno più, la difesa si abbassa, non va neanche a pressare, basta... Ronaldo male, Cristiano Ronaldo. Quasi zona tiro, le finte del portoghese che poi va morbido da Kakà,
tocca per Higuaín.